飯より江戸が好きお江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。現在7月ということでかなり蒸し暑くなってまいりました。なので私のお着物はシャという夏の着物になっております。よくこうぼんやりとものが見えている状態のことをシャにかかったように見えるっていうじゃないですか。あのシャというのはこのシャなんですね。見てわかる通り向こう側がもう透けて見えるような感じですよね。6月に着ていた人よりもさらに薄い素材です。でこう着物の下着のことを襦袢って言いますけれども、この襦袢の部分が、同じ白だから分かりにくいかもしれないんですけれども、こう透けてるんですよ実は。なので、現在はこの襦袢の下にリアルな下着をつけてるので全く色気ないと思いますが、実はこの着物というのはですね、あえてこう下着を透けて見せるような非常にコケティッシュな装いなんですよね。江戸時代になりますとこのシャだけではなくて、ロという織り方の夏の着物も生まれます。こういったところで現代ではロ、シャというのが、夏に着る着物の TPO ということになっております。ね、コメント欄見てると結構落語聞かれる方多いみたいなので、花下さんがどういったお着物をお召しになってられるのかなっていうようなところも見てみると季節感を感じられて楽しいですよ。それでは早速本日の本題に参りましょう。まずはこちらをご覧ください。はい、というわけで本日のテーマは判じ絵が面白い中級編です。以前アップした判じ絵が面白い江戸文化歴史検定の過去問に挑戦3級編に挑戦してくださった皆さんありがとうございます。江戸時代の絵解きの謎なぞ判じ絵をご紹介しました。このちょうど左側の部分にあるのが判じ絵なんですけれども、元の資料を見てみますと、こういう風になってるんですね。この江戸名所判じ物という、判じ絵という浮世絵の種類なんですが、その中のこの部分が問題になっておりました。あという人がさという臭いおならをしているよということで、浅草、江戸の名所がこのように絵でなぞなぞ絵解きになっているということなんですね。でもう一問ありまして、それが、本とうが、うっていうのは鳥ですね、が囲碁を打っているので本と碁とうで本郷ということでした。こんな風にコツをつかめば結構すぐピンときたよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。ただ同じ資料でもちょっと難しいものというのがありまして、例えばこちら、はい、これどこの地名だと思いますか？江戸名所判じ物ですからやっぱり江戸の地名ですよ。東京の中でもね、有名な地名です。いかがでしょうか？ヒントは鳥ですよね。何の鳥でしょうか？手前はキジ、その上にいるのが鶴ですね。ただこの鶴が上半身しか描かれていません。下半身が消えていますよね。なのでこれが判じ絵の読み解きのテクニックの中級テクニックでして、鶴の上の部分のつだけ読んで下は読まないんです。もうお分かりですね。はい、つと生地で月地ということになります。この調子で新しい判じ絵に挑戦してみましょう。こちらは東海道五十三次判じ物というわけでね、東海道五十三次、いわゆる宿場町の名前の判じ絵ということです。例えばこれ分かりますか？2冊の本があって、はという字、崩し字とかいろいろありますけれども、はという文字が4つあって、で濁点もついているので、そう、日本橋、東海道の出発地点日本橋です。それからこちらは絵が貼ってある尻ということで、えじりとかね。それからなんか浮世絵ってお尻とかおならとか大好きなんですよね。こちらにもお尻がありますが、おっぽのあるお兄さんがかという音のおならへをしているので、
おかべとかね、それからこちらはネズミがチューとしておりまして、そしてこの手紙ね、ふみを加えております。ただふみの下が切れているのでふだけ読んでふちゅう結構無理やりかなっていう感じですけれどもね、だいたいノリには慣れてきていただきましたでしょうかね。ではこちらはいかがでしょうか。ビッグスマイルに可愛いにゃんこ先生ですけど、にゃんこ先生不自然な体勢をしてますよね。逆さまになってます。お口から歯が覗いていて、逆さまの猫ということで歯骨、はい、それから私が好きな問題こちらです。これはノーヒントでいきましょう。いかがでしょうか。はい、皮をバリバリっと裂いているので皮裂き答え聞いちゃうとね、なんだ簡単だって感じですけど、意外と分かりにくいですよね。あ、この皮っていうのもね、判じ絵には結構出てきますので気をつけてみてくださいね。はい、それではこれはいかがでしょうか。ある東海道の有名な宿場町の地名を表しています。いかがですか。ヒント言っちゃっていいですか。いや、嫌だっていう人は一時停止とかしてくださいね。ヒントは頭のない魚ということは、これはどう読むかなということで、いかがでしょうか。正解いきましょう。正解は川の上に頭のない魚、つまりかなということで、かながわです。あー、言われればって感じですよね。そして本日最後の問題はこちら。これはね、ちょっと難しいなと思っておりますよ。有名な地名なんですが、今日ご紹介したねテクニックを駆使すれば解けるかなというところです。いかがでしょうか。ヒントは一番上に乗っているもの、これちょっと何かなって思っちゃったかもしれないんですけれども、これはのしです。お祝い事とかの時に、まあ、つける飾りののしですね。というわけで正解はまず何が書かれているのかを見ていきましょうね。一番上はのしですが、上の部分が書かれていません。そしてナッパに輪っか、そして傘ですが、こちらは下の部分が書かれていません。ということでのしの下の一文字、しとな、そして傘の上の一文字、か、そして輪っかということで、正解は品川、品川です。日本橋から出発する東海道最初の宿場町ですね。ということで本日は判じ絵が面白い中級編をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。ちょっとでもお江戸いいねと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。